もんじゃ美味しい。ぐる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 混ぜてチンするだけなんですよ。はいどうも、サギクズです。そうですね、もう僕ももう4本目の撮影でですね、いい感じになってしまいましたので、僕が一番酔っ払う時に何をやるかっていうと、もう本当にね、レンチン料理してるといけないんですよ。レンチンでもめちゃめちゃ美味しくて、めちゃめちゃ酒が進むですね。油そば、激辛の油そば。あー、このビールうめえなこれ。このビールうまいですけど、僕やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料紹介したいと思います。焼きそばラーメン。なあ、どうも。これがね、悪魔のプラスオブビアです。もうとりあえずうまいので、これ絶対や。あうなや。じゃあ、やっていく。豆板醤をね、小さじ2、この容器に入れていきます。ね。これね、結構入るもんね。醤油こと。はい、これ小さじ弱ですね。1も入るんですね。オイスターソースを、小さじ弱。ごま油を、小さじ2。ね、小さじ1、結構入れるね。大丈夫？お酢です。お酢大さじ半分。はい、おー、はい、小さじ半分。ちょっと混ぜましょうか。悪魔のビールを僕に大さじ3個入れてくる。あー、そうすることによって僕が柔らかくなっていきます。焼きそば麺、これマルちゃんのやつね。マルちゃん、これ入れます。卵ね、分けときましょう。白身と思ってた触り方と違う。白身をこっちに入れると、残った部分をこっちに入れる。ラップしておくと。コンソメスープ作ろうか。白身のコンソメスープです。 160cc の水を入れた鍋です。これどうするの。これ火つける。そして火つけると同時にこいつも入れていきます。2分間。そして2分の間にこいつも仕上げていく。小さじね、3分の2ですね。浮き雲コンソメスープですね。沸いてきたら白身ね、溶いた白身入れていくね。パーッとかき混ぜる。火止める。少しの醤油です。胡椒パーッと混ぜると浮き雲コンソメスープなんかできました。ぐる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 混ぜる。もんじゃ美味しい。ぐる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 混ぜて盛り付ける。超めえから、ほらチンするだけなんですよ。そしてここに最後に卵黄。あとは人気でしょ、朝ね。酔っぱいでもできる締めの料理、油地獄草。完成でございます。はい、それではできました。食べていきたいと思います。食べます。このビールマジうまい。他にも至高のビールと天使のビールっていうのを出してるんですけどね、これが一番癖があって、刺さる人は刺さると思います。卵黄潰してください。そして潰した卵黄を絡めた。いただきます。あ、めちゃめちゃ辛い。でもめちゃめちゃうまいです。ビールじゃ、ビール専用油そばと言っても過言ではない。うまい。うん、汗ぶわぶわ出てきたね。毛穴が開いてるのがよくわかります。白身のスープでございます。うまいんだよな。白身どうするって言われるんですよ。僕ね、飲むんですけど普通に食べたいっていう人がいるんで、たまにこういうのもやります。卵白とね、コンソメスープの相性は木の葉にと最強なんですよ。締めのコンソメスープうますぎる。うん、大丈夫。うまい。焼きそば界の異端児、この地獄なんだよこれ。地獄風油そば。油そばね、めちゃめちゃ美味しいから、ぜひおつまみとしてね、食べていただいて、付け合わせとしてはコンソメスープをやっていただいたらいいと思います。こんなもんですか、今日は。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。もうさ、焼きそば界って全部ひどくない？俺の。もういいんだけどさ、焼きそば界ひどいよね。まあでもいいんです。地獄の油たちですごい強業しすぎないです。大丈夫ですか？マジで何言ってるの本当わかんない。大丈夫。ダメよ。大丈夫ですか？